やあ、サンヒ。キリュウさん、あなたも飲みに来たのか。酒は百薬の長だからな。変な言い訳はしなくていい。何を飲もうがあなたの勝手だ。口を出す気はない。助かる。隣いいか。ああ、あの桐生一馬がふらりと来て隣で飲むなんてな、なんだかおかしな感覚だね。そんな大層なもんじゃねえ。白髪混じりのただの中年だ。それに引き換え、あんた小見汁に加えてハンピン・リューマンのトップでもある。どれだけの部下の人生を背負ってるか、相当なプレッシャーだろう。持ち上げすぎだよ。俺はその重荷を放り出したからな。ああ、あのことか。あなたは東条会の4代目を襲名して直後に引退したんだったな。もう20年くらい前か。もしあの時桐生さんが会長を続けていたら、東条会はどうなってたかな。どうだろうな。いずれ東条会は解散してたろう。時代の流れだ。俺一人でその流れがどうこう変わることはきっとなかった。むしろ俺がトップじゃ東条会の解散は早まったかもな。上に立つ器じゃなかったんだ。器か。あなたは群れるのが性に合わなかっただけでは。はっきり言うな。いや、無礼をするつもりはなかった。大丈夫だ、そんな風に思っちゃいない。バッサリ言われるのは少し新鮮でよかった。さすがは大組織のトップだな。裏社会なりの掟と秩序が保たれている限り特にやることはないさ。不心得者が現れた時だけ睨みを聞かせればそれで十分。トップの役割といったらそれくらいだ。楽な仕事だろ。あんたは人に弱みを見せないとな。重責を負った上でそうやって涼しい顔でいられるのは大したもんだ。よくそう言われるが、本当に苦じゃないんだよ。私は今の仕事や立場を楽しんでいる。もちろん最初は試練もあったがね。リーダーシップを身につけるのに訓練はいらなかった。適材適所ってやつか。コミジュルもハンピン・リューマンもあんたがトップで恵まれたな。あなたにそう言ってもらえるのは光栄だよ。まだ時間はあんのか。桐生さんがまだ飲むというのに私から切り上げたりはしない。当然行けるとこまで行くさ。いつもそんな調子で酒を飲むのか。あんたの部下になったら大変そうだ。裏社会もパワハラに気を使うご時世さ。部下にそんな無茶はさせないよ。恐怖による支配力を否定するつもりはないが、それだけじゃ長続きはしないからね。なるほどな。つくづくあんたはトップに立つのが向いてるみたいだ。そういやコミジュルってのは今も町中を監視してんのか。そこから吸い上げるあらゆる情報がコミジュルの力の源だったよな。ああ、ただ私が全てを把握してるわけじゃない。必要な情報だけ腹心が私に上げてくるルールだ。腹心？反順義か。ああ、非常に優秀だし私へ変わらぬ忠誠を誓ってくれている。私にとってまさに右腕だよ。陰銀無礼なところがたまに傷だがね。
とはいえもちろん他にも腹心と言える部下はいる。私の父親世代の連中なんかもね。父親世代となると俺と大して変わらねえ年か。そうだね。組織でサイコさんの良きおじさんたちだ。彼らからはお小言をもらうことも多い。あんたにも怖いものがあったか。コミジュルの前は人言派にいた人たちだからね。若き日には全盛期の登場会としのぎを削り合った。おそらくキルさんが名を馳せるより少し前の時代だろう。私は彼らからあなたの武勇伝も聞かされたものでね。それが今隣にいるのだから、その緊張するというか。ん？なんだって？いや、なんでもない。忘れてくれ。かつての人言派たちか。なら俺があんたといるのを不快に思わなきゃいいが。それは確かにどうなんだろうな。だがもしそういう気持ちがあっても私が抑えるよ。安心していい。あのおじさんたちも私の言うことには逆らわん。あんたに任せておけば万事 OK だな。これからも頼りにさせてもらう。望むところだ。いつでも私の力を当てにしてくれ。それが何より私の喜びなんだよ。そうか、ありがとうな、ソンヒ。そばにいてくれて心強く思ってる。ああ、最近の偉人町は平和すぎてね。ずっと物足りないと思っていたところだ。あなたがこの町に現れたことで何か面白くなりそうな気がしている。おいおい、何か物騒な期待をしちゃいねえか。そんなことはないさ。いいかな、キリュウさん。改めてこの町に来たことを歓迎させてもらうよ。ああ、偉人町へようこそ、キリュウカズマ。乾杯。乾杯。楽しいひとときだったようですね、ソンヒさん。マスターの目にはそう見えたか。ええ。ここだけの話、実はずっと緊張していた。相手は堂島の竜で、まさに伝説の存在。裏社会では私よりもずっと格上だからね。偉人町を代表して粗相はできないんだ。私は桐生さんに変なことを言ったりしてなかったか。私が聞いていた限り大丈夫だったようです。そうか、マスターがそう言ってくれるなら安心だな。そうですか。あの桐生一馬と差しで酒を飲んでるなんてな。だがちゃんとやれてるぞ私。